ネット通販で購入した客を来店に結びつけるなどデジタル化に重点を置いたイオンの新たな店舗が横浜市にオープンしました。今日オープンしたイオン天王町ショッピングセンターにはオンラインなどで注文した商品を窓口やロッカーでまとめて受け取れるスペースが設けられています。ネットスーパーの仕組みなどを紹介するタッチパネルも設置してオンラインの買い物を店舗につなげ利便性を高める狙いです。こちらのボードでは販売計画や売上状況が一目で分かります。バックヤードには従業員同士の情報共有をデジタル化する端末が設置されています。イオンリテールでは年間750万人の来店を見込んでいます。